今視界の隅で何かきらめいた。あ、秀吉殿から贈られた瓢箪。触るとじんわり温かい、日当たりの良い場所に置いていたから。暖かくて胸が詰まる。これではきっと目に入るたび暗殺への迷いが生じる。瓢箪だけではなくてこの手鏡も。お糸さんにお願いして別の部屋にしまっておいてもらおう。お糸さん。まあ姫様、今お伺いを盾に参ったところですわ。この通り秀吉様がいらっしゃいまして。通りがかりに麗しなお顔を見に寄ったんだが、出迎えてくれるとは感激だぜ。それでは私はこれで。あ、どうぞお入りください。な、ありがとな。ちょっとだけお邪魔するよ。お姫さんの部屋はいつ来ても清らかだわ、かぐわしいわで。ここを光秀が整えたのかと思うと焼けちまうけども。秀吉殿。ん？私が先ほどから手にしているものについて尋ねないのですか？わざわざそっちに話を振るのか。あんたって子はつくづく融通が効かねえな。ま、そこが可愛いわけだが、だいたい察しはついてるよ。お姫さんはさっき浮かない顔で女房に声をかけようとしてた。大方俺が送ったもんがそばにあると心穏やかでいられねえんだろ。もちろん恋のときめきでな。秀吉殿。よけりゃ俺が引き取っていこうか。返せば心象が悪くなるかもしれない。ここはごまかした方が。いや、秀吉殿相手に取り繕ったところできっと通用しない。自分の心に従おう。この贈り物を手放したいか手放したくないか。秀吉殿からの贈り物を。秀吉殿からの贈り物が手の届かないところに行ってしまうのは。秀吉殿、贈り物お返しできません。持っていたいです。お姫さん。そうか、嬉しいよ。その金色がいつだってあんたの心を明るく照らすよう祈ってるぜ。はい。さてと、今日はご機嫌伺いに寄っただけだからこの辺で失礼するよ。次にゆっくり話ができるのは宴の席かな。はい。じゃあな、お姫さん。疲れてるみてえだ。ちゃんと休めよ。ありがとうございます。さようなら。なんて眩しい金色。私にはそぐわないものなのに。そばにあっても心が痛むだけなのに、どうして手放したくないと思ってしまうんだろう。さて、蛍見の宴は早くも明日に迫った。任務の成果を聞かせてくれるね。はい。下見の結果、宴における警護の穴は本丸裏手の屋根の上。そこに忍び庭園の信長様めがけて区内を投げます。屋根からの狙撃か。いいよ、許可する。よく調べたね。では細かな段取りを決めておこうか。明日の宴は夕刻に始まり日が落ちきった頃、豪華な食事に皆が浮かれる中で
ホタルを放つ手はずになっている。直前に全ての明かりが消えて辺りは暗闇に変わるから、その瞬間君は苦悩を投げつける。信長様の心臓めがけてね。わかりました、仰せの通りに。あと一つお伝えしなければならないことが。明日の宴、私は羽柴の陣に招待されています。まさか受けたのかい。申し訳ありません、どうしても断れず。大方猿のいつもの調子で強引に約束させられたのだろう。相変わらず厄介な男だね。仕方ない、今となっては理由なく断るのも疑いの種になるだろうし。けれど君はどうするつもりかな。秀吉に見張られたままで任務に移れるのかい。ご心配には及びません、隙を見て抜け出しますので。そうならば君を信用するとしよう。では決めた手はず通り動くこと。滞りなく終わった後は二の丸に戻っていなさい。はい、これで私のやることは定まった。たとえ宴で秀吉殿に何を言われても心動かさずに苦悩を投げに行く、それだけだ。お姫さんはまた禅に手をつけてねえな。前に俺の屋敷で宴を開いた時もそんな調子だったが、あんた食が細い方かい。いえ、そういうわけでは。それならぜひ召し上がってください。この山椒鱧など絶品ですよ。ありがとう佐吉、でもごめんなさい、今は喉を通りそうになくて。明かりが消える合図の時までに秀吉殿の隙をついてここを抜け出さなければ。信長様を亡き者とするために。秀吉様、姫様に何かなさいましたね。え？姫様がこのように沈んでいらっしゃるのは秀吉様のせいではないかと思うのです。佐吉、それは。最近では女房たちの誘いをことごとく断っておられ、密かに見直しておりましたもの、本命の思い人であろう姫様にご無体をなさるなど嘆かわしい。ご無体って、お前そういう言葉をどこで。よろしいですか秀吉様、何があったかは存じませんが姫様に謝って仲直りされますよう。では佐吉は所用がありますので。言いたいことだけ言って去りやがった。お姫さんよ、俺は今あんたに無体なことをしてるんだろうか。いいえ、秀吉殿には何の非もない。忍びから大切な主君を守ろうとしているだけ。けれど私も忍びとして主の命に背くわけには。なあお姫さん、俺にはお姫さんがそうやって辛そうな顔をしてるのが一番応えるよ。定められた道に自分を追い込んでいくあんたの様を見るとたまらねえ気持ちになる。秀吉殿、あんたの心を蝕んでるのはお役目なんだろう。いっそのことそんなもの捨てちまったらどうだ。役目を捨てることなどできないと決め込んでるのはあんた自身じゃないのか。何をして何をしないか選ぶのは自分だ。道が一つだと思っちゃいけねえ。ちょっくら素直に考えてみな。例えば
羽柴に嫁入りする未来なんてどうだ。俺の元で新しい人生を追い求めてみりゃいい。あんたを縛ろうというんじゃないぜ。本気でやりたいことが見つかった時には俺の元を去ったっていいんだ。あんたの人生はあんたのものなんだからな。役目を捨てて忍びを辞めて嫁ぐ、これは秀吉殿の気遣いか、それとも私を止めるための策か。きっと両方だろう。けれどもしも本当にそんなことができたらどんなに。いけない、何を考えているのだろう。私は今夜の重責から逃げたくて秀吉殿が差し伸べた手にすがろうとしているだけ。忍びをやめるなんてできない。私にはこの生き方しか。そうなんだよな。あんたはここで簡単に俺の手を取れるような性格じゃねえ。信長様、危なうございます。なんだ今の音は。宴の本陣で何かあったのか。秀吉殿の注意がそれている。今しかない。待て、お姫さん。だが信長様の方は。信長様、お怪我は。ない、食材が倒れかかったくらいで大行に騒いでどうする。本当に申し訳ございません。よそ見をしていてぶつかるなど。どうぞ存分にご処置を。信長様に食材が倒れかかった。事故、それとも光秀殿の采配。人混みに紛れる形で早く庭園を抜け出さなくては。秀吉殿。よう、お姫さん、待ちくたびれたぜ。どうしてこの場所が。庭を出てったってことは遠方からことに望むわけだろ。そうなりゃ高い足場が必要になる。庭園を一望できる場所で一番目立ちにくいのはこの屋根だ。秀吉殿には全てを見抜かれている。もう諦めな。俺がこの剣を明るみに出せばあんたも光秀も終わりだろ。どうすれば。それともここで俺の口封じでもするかい。あんたにそんなことができるとは思えねえが。任務のため、主のためならどんなことでもする。それが忍びのあるべき姿。そうか、唇を震わせて痛みをこらえるような顔をして。それでもあんたは引かないか。申し訳ありません。痛みをこらえるような顔をしているのは秀吉殿の方。私の正体を知りながら罪に問わず暗に諭してくれていたのに。私はその優しさを仇で返そうとしている。日が沈んでしまう。合図の時が近い。もう迷っていてはいけない。秀吉殿、お覚悟。刀をこちらへ放って。どうしても戦う気ならそいつを使え。あんたの獲物は刀身が短いから接近戦には不利だよ。俺は脇差しの方で十分だ。体格の差を考えりゃこれでもまだ公平とは言えねえが。こんな時にまで武器の扱いに慣れた忍びにまで情けをかけると。言っておくが、あんたを思ってのことじゃない。俺が迷いを吹っ切るためだ。女は女でも刀を持った忍び相手なら容赦なく戦えるだろう。この度の件、あんたなら
きっと踏みとどまると思ってたが、俺が甘かった。織田にあだなす者を野放しにはできない。さあお姫さんからおいで。これはあんたの選んだ道だからな。私が選んだ。考えるな。もうこれ以上何も考えるな。な、重い。お姫さん、目を伏せちゃダメだ。本気で押し返さねえとやられちまうぞ。物足りねえな。それで全力かい、お姫さん。もっと踏ん張れよ、後悔のねえようにさ。このままでは切られてしまう。それでいいのかもしれない。他の誰でもなく、この人の手にかかって生を終えられるなら。腕の力を緩めるな。あんたも主への義理があるんだろう。さあ最後まで抗ってくれ。もうこらえきれねえか。ここまでだな。押し切られる。重圧が消え、ぐっ、あ、秀吉殿が倒れて、私が切った。この手に残る感触、間違いない。私が秀吉殿を切った。なぜ？ん？向こうに人影が見えないか。秀吉殿、なぜ、なぜ急に刃を引いたりするの？なぜ構えを解いて私の歯を受けたの？秀吉殿。今黒い影が走り抜けたぞ。あの方がご暗示になった通り、くせ者が。秀吉様。ひどいお怪我を。もしや今のくせ者に。あんたらなんでこんなとこに。命を受けたのでございます。至急この辺りを見回るようにと。そんなことよりも人を、人を呼べ。秀吉様がご負傷なされた。肌寒い夜が更けてきたんだ。私は何をしているのだろう。任務を放り出して逃げてくるなんて何を。任務を全うしなければと自分から秀吉殿に挑んだのに、あの人の体に刃を立てた途端頭が真っ白になった。切りつけた場所は肩か胸か、間際で目を閉じたせいではっきりしないけれど、嫌な手応えがあった。きっと傷は深いだろう。もし致命傷だったら、私のせいで秀吉殿の命が失われてしまったら。光秀殿。ひどい顔色だね。何か私に言いたいことは。私は任務に失敗、いえ自ら放棄して逃げ出してきました。どんな咎めも覚悟いたしますけれど、その前に一つだけ聞かせてください。秀吉なら大怪我を負って屋敷へ運ばれていったよ。大怪我では少なくとも命は落としていない。彼の受難によって
目的が果たせたようなものだから感謝すべきだろうね。え？ついてきなさい。牢獄。中を見てごらん。信行様、これは一体。くの一、いや卑怯と呼んだ方がよいか。信長様、今回ばかりは混乱するのも無理はないかな。結論から先に言うと、私は謀反など企んではいない。よって信長様の暗殺も偽り、すべては信行様の範囲を信長様の前で明らかにするための作戦だよ。時が来ました。今こそ信長を討ち取る絶好の機会です。いよいよ兄上を葬ると。そうです。信長暗殺の後、織田家の当主に信行様を立て、我が明智の軍勢が蜂起します。僕が織田の当主か。ええ、そして信行様が天下を統一なさるのです。うん、悪くない話だ。まずは私の忍びが宴で信長様の命を狙います。問題はその後です。信行様にも一肌脱いでいただかねばなりません。何？宴の後落ち合いましょう。うまく手分けして織田の重臣たちを抑え込むのです。まさか受けたのかい？卑怯は未だ秀吉に捕まったまま。誰ぞに食材でも倒させれば秀吉の注意もそれるかもしれないけれど、あの男が相手では庭園を抜け出せたとしても楽観はできまい。少し作戦を変更するか。光秀様がご指摘になったのはこの辺りですよね。怪しいものなどどこにも。うん、向こうに人影が見えないか。今黒い影が走り抜けたぞ。あの方がご暗示になった通り、くせ者が。秀吉様。申し訳ありません信行様。配下の忍びは秀吉に見つかり暗殺を断念した模様。そのようだな。くせ者が現れた。秀吉殿が斬られたと先ほどから大騒ぎ。光秀殿の本気は重々分かったが、失敗は失敗。どうするつもりだ？僕が一番欲しているのは兄上の命だというの。どうするですか？分かりきったことを。あなたを捕らえてそれでしまいですよ。聞かせてもらったぞ。残念だ。我が弟がこれほどまでの小物とは信じたくはなかったがな。信行様は信長様の前で全てを明らかにするしかなくなった。そしておとなしく牢に収まっているというわけだよ。つまり私のしたことは全て光秀の仕組んだ芝居の一端に過ぎん。そんな、もし私が計画通りに信長様めがけて苦内を投げていたら。無論寸出のところで避けていただく手はずだった。信長様にだけは事前に計画をお伝えしていたからね。なぜ私にはお話しいただけなかったのですか？敵を欺くにはまず味方からと言うでしょ。悪いことをしたと思っているよ。私としては君と秀吉が刃を交わしているところが目撃されればそれでよかったのだけれど、夕べからの君の様子を見るに、まさかその手で
秀吉を斬るとは思わなかったからね。くの一、秀吉のことは不運の事故、光秀もお前も罪には問えぬ。だがせめて伊賀へ戻る前に己の成したことを見つめてこい。信長様、秀吉は屋敷で伏せっているはずだよ。失礼いたします。どれほどの怪我なのだろう。今この時も死の淵をさまよっている。確かめに行かなくては。秀吉殿に会って自分がしたことと向き合わなくては。いや、いらっしゃい。いい夜だな。悪い悪い、驚かせちまったか。今ちょうど明かりを消したとこだったんだよ。あんたの部屋を訪ねてみようと思って。まさかそっちから来てくれるとはな。やっと寝込みを襲う気になったってわけだ。秀吉殿。うん？怪我が重くて伏せっていると。いやいや、そんな大げさな。伏せっていたのなんて血が止まるまでの寸刻だよ。な、わかった。光秀や信長様が大げさにおっしゃったんだろう。たく、立ち悪いな。偽の暗殺計画に飽き足らず。さっき薬師の手当てを受けてる時に光秀が来て、もろもろ種明かししてったよ。百歩譲って信長様の敵を排除したかったっちゅう中心はわからんでもないが、やり口がややこしいのなんのって見事に踊らされたぜ。お姫さんに悪いことしたな。あんたももう全容を聞かされたんだろう。大丈夫か？お姫さん？秀吉殿、傷の具合は。だからどうってことねえって。血と右腕に切り傷ができただけだ。もう血止めもバッチリだぜ。本当に？本当だとも、見りゃわかるだろう。ピンピンしてるじゃねえか。よかった。どうしてあの時刀を引いたりしたんですか？さて、どうしてだと思う？お姫さんには分かってんじゃねえのかな。俺の口からはっきり聞きたいんならそれでもいいよ。あんたは根っこがお人よしだろ。俺を切らせれば動揺して任務を続けられなくなると思ったんだ。まあ偽りの暗殺だったからな。いらん世話だっただろうが。そんな賭けに出て、もし私があのまま何度も切りつけていたら、私の手で本当にあなたの命を奪っていたら。ごめんな、泣かねえでくれ。泣いてなど。お姫さん、なあ、あんた本当の名は何て言うんだ？卑怯じゃねえんだろ？蛍です。おいで蛍。よしよし、辛いことをさせちまったな。かわいそうに、こんなに震えて全身冷え切ってんじゃねえか。怖かったかい？うん、いいことじゃねえか。恐怖を抱くのは大事なものがある証だろう。
よしよしよし、そりゃ一個なしだぜな。俺も泣かしちまってごめんな。許してくれよ。